11幕赤の予言と青の予言。ちょっと待って、ここは鎖が見えないな。じゃあコーネリアと一緒で連邦に加盟してないってことね。だな。てかコーネリって、もしかして。いやいや、もう忘れたとか。また会えたね。で、いいんだよね。あ、すごいパンチの。はい、また会いましたね、ティファさん。こんにちは、ナノです。こんにちは。ねえ、聞いていい？ミラージュを連れたオービトさんは何をしにこのエリアに来たの？そっか、まだ話してなかったね。よかった。戻ってからもしかしたらバハムート軍の悪い人たちを助けちゃったかなって思って。そういえば、よくバハムート軍と間違われるのってなんでだろう。そりゃミラージュを使う大人なんか大きな軍にしかいないってことじゃない？うん。今は大人の、それもミラージュ使い、なんて言ったらバハムート軍ぐらいしかいないと思う。昔大人が住んでいたエリアもとっくにバハムート軍のものだって話だし。マジか。でもね、最近はみんな予言の話をしてるから、そこに書かれてる丘からの大人も有名だよ。うん、何にしても有名なのね。それで炎の谷に行きたいんだっけ？今のところ手がかりはそれしかないから。炎の谷か。名前はみんなが知ってても、それがどこを指すのか誰も知らない場所。どういう意味だ？炎に包まれてる谷自体はこのエリアにいっぱいあるの。でもその中で予言が示す谷がどれなのかは誰も知らないってこと。あ、そうだ、ちょうどそれを調べてる召喚士が町に滞在してるの。会ってみる？違う、その丘からの大人よ。もうそれでいいです。はじめまして、私召喚士のリディア。まさかあなたたち悪い人なんじゃ。へえ、ミラージュを普通に連れてたり、やっぱり同じ召喚士だからユーナと少し雰囲気が似てるな。え？ユーナ姉様の知り合いなの？少し前、上の大陸で会ったの。その時にいろいろ教えてもらったよ。ここに来るきっかけを作ってくれたのはユーナなのです。あ、じゃあやっぱり悪い人じゃないのかも。よしよし、この二人ユーナ姉様の知り合いなんだって。だから大丈夫だよ、とりあえずね。それであなたたち予言に書かれている4つの鍵を探してるの？まあ、そのうちの1つが炎の谷にあるって聞いてここまでね。でもその話って赤の予言でのことよ。赤の予言？もしかして予言にも種類があるの？そうよ、もともと予言って言ったら青の予言を指してたの。その中だと4つの鍵は4つの印って書かれて、すごく抽象的なもので。青の予言は異端なり。な、何よ突然。青は異端、赤こそが聖典であります。はぁ、あなたも召喚士であるならクリスタルの塔への導きを求めなさい。赤の予言に記されています。ミラージュを連れし選ばれし者、4つの鍵を手に入れたり、そしてクリスタルの塔より天に昇り、神より永遠を授かれり。導きの道が見えているのなら、
鍵は見つかるでしょう。赤の予言に従い進みなさい。最近ああいうのが増えてきた。本当多いよね。暴力とか犯罪とは無縁なんだけど、ちょっと怖いよね。だいたい青の予言は召喚師の神祖様が残した予言書よ。その後にできた赤の方がただのバッタものだよ。バッタもの。でも今はみんなそっちを信じてるから。そうなのよね。だから私もそれを調べに来たんだけど、そういえばあなたたちはなんで予言の鍵を探してるの？それはファーナルース様があなたたちの母親と同じ名前だから。見つかりバハムート軍の居城を。そっか。もしあなたたちが予言の大人なら、予言の通りに進めばそれが目的地かもってこと？ええ。まあそもそも私たちミラージュを集めて前に進めば家族に会えるってある人に言われて。何にしても私もその予言の真偽を調べている身として、炎の谷には一緒に行った方が良さそうね。というか一緒に行ってくれるとちょっと助かるし。助かる？ううん、こっちの話。じゃあ行きましょう。行きましょうって炎の谷の場所わかるの？もう調べはついたわ。炎の谷の場所はバブイル7番目の谷、セブンスバレーよ。じゃあそのもしそ孫のできる。あ、俺ついに一文字も覚えないの？セブンスバレーはここから東側にあるみたいなのですよ。
ちたがひとたまりも。ベクス、うわっ、なんでこんな暑いのにくしゃみすんのよ。冗談。うわっ、なんでこんな暑いのにくしゃみすんのよ。バシッと決めるよ。マジで行くぜ。What?